とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに無限ダイナモをやっていきましょう。弓がこれね、爆縮のクロスボウのパワーダイナモマルチショットリフレッシュです。で、火力を出すために、騎兵のアーマーですね。これに臆病を入れてます。で、アーティファクトが、羽、ドラ、エリクサーのカバンだね。攻撃力を2倍にして、で、ドラを使って倒していきましょう。そうじゃないと、ダイナモが続かないと思うんですよね。では、いきます。それでは、いきましょう。まず、ダイナモ貯めますね。で、ダイナモの発動条件が、無限ダイナモね。発動条件が、敵をワンパンで倒すことだもんね。で、この防具をつけて、パワーポーションを取って攻撃すると、まあ、1000万ぐらいダメージ与えれるので、ほぼ確実に発動できる。ただ、盾持ってるやつはワンパンじゃないのね、こいつ。なんで、こいつが出てきたときが、きついんだわな。OK。一回盾を破壊してあげて、倒すようにしないといけないので。そこを注意ね。で、矢が少ない。うわ、もう残り12本だわ。残り12。これやばい。マジか。いや、あまりにも少ないな。OK。いや、少ない少ないとは思ってたけども、これはさすがに少なすぎる。これきついな。オッケーオッケー。まあ、途中で、増殖は必須だな。ああ、増殖していかないと、持ちません。うわ、やべえ。やば。オッケー。ちょっと、パワーポイント、ちょっと出ないのかい？ちょっと待って、倒せねえ。防護の敵倒せない。オッケー。よし。いや、きつい。じゃあ、マジでこの矢が全然足らん。残り4本。あ、出た出た出た。ちょっと周りを倒した後に、OK。増殖しましょう。うん。これ増殖しないと、とてもじゃないけど、無理だわ。OK。増殖していきまーす。104本。まあまあまあ、104あれば途中までは大丈夫かな。ああ、まあ最後までは持たないな、これ。なので、おお、オッケーオッケー。途中途中ちょっと矢を増殖しながらいきましょう。オッケー、ありがたい。やばいやばい、こいつよ。いやいやいや、待て、あぶねえ。とにかくダイナモを切らさないようにね、やっていきましょう。ダイナモとあのパワーポーションだわ。それを切らさないようにいきましょう。かてえな。防護か。待て、無理無理無理。あの数無理。やば、もう。 OK。 いや、ここ矢すごい使う。もう、あぶねえ。まだいるでしょ、ヴァンガードが。ヴァンガードじゃない。やば。オッケー。倒した。オッケー。ヴァンガードじゃない、ロイヤルガードだ。ああ、いる。もう。オッケー、ギリギリ。で、あっち側にもいるけどね。まあ、とにかく切らさないように。いや、切れるんだ。でも切れちゃうのよ。 OK。 パワーポーション欲しい。パワーポーションないとちょっときつい。あー、ちょっと待って。ここでもう一回矢を増殖していきましょう。で、もう洞窟までね、急いでいきますね。これ絶対きついよね。
これ絶対きついんだ。オッケーオッケー、まあまあとりあえずオッケー。あー、うそ、切れた。マジか、ダイナモ切れた。でもマルチロール入ってるのでダイナモは貯めやすい。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、13あればいいでしょう。今のはね、あのパワーポーション入ってなかったんで良くなかったと思う。うん、パワーポーション、おいって、嘘でしょ、待てよ、ナイトモードかい。でクリーパーに置き換わる、どこ、 OK、 おっしゃ。で何、テンポセフトを持ってる、ちょっと鬱陶しいな。 OK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 、いやこれクリーパーうっといぞ。いやでも倒しやすくはあるか。うん、盾持ってたりするわけじゃないんで OK。 もうどうしようこいつ、いやマジかこいつら、うん、テンポセフト、どうしようこいつ、オッケー、やば、オッケー、あ、やば、ダイナモ切れた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 。この盾が混ざってるのがな、どうもやりにくい。ちょっと待って、危ね危ね危ね、ダイナモないとどうしようもない。テンポセフトで動きが遅くなるからね、これはやりにくいぞ。よしよしよし、とにかくあと1体か、あ2体か、バカお前、えっ、おっしゃ、旗を取りたい。どこ、何これ、オッケー、いいね、よし、んであと1体いるんだろどっかに。よし、とにかくロイヤルガードには注意して、ちょっと待て、絶対いるんだわ、やば、危ね危ね、どこ、ストーンゴーレム、いや待て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 、ダイナモ切れてる、ダイナモが切れちゃってるよ。で敵がナイトモードだからどんどん出てくる、くそ、よし、 でテンポセット、うっとうしい、あぶねえあぶねえあぶねえ、あ、いないな。うん、キャプテンは、もういなかったか。オッケーオッケー。まあ、旗5個で、行きましょう。ナイトモードだから、ちょっと鬱陶しいぞ。オッケー。もう、やめろって。これ、ロイヤルガードが多すぎると、ちょっと無理だわ。ああ、こいつがいると、ちょっと倒しきれんな。あ、ちょっと待って。ダイナモ切れた。ワンパンじゃなかったか。またダイナモをため直、ため直すときもさ、出てくるわけよ、こいつらが。勘弁して。よし。うわあ、もう無理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 。ロイヤルガードはやめろ。とてもじゃないけど倒せないよ。オッケー。いや上どうせいるんでしょ。分かってるよ。もうそういう時はもうこれだ。これで進んでいくっけない。なんとしてもボスを倒したいんだ。しゃー。
オッケー、ナイス、いいね。もうロイヤルガード無理だって、こいつらは鬱陶しすぎる。よし、オッケー、まあ、危ねえ、危ない危ない危ない、よし、もう危ねえ、危ない危ない、もういけ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 、もうなんなんこいつら。よし、あ、テンポセフト、うっとい、あー、パワーポーションがない。いや、でもなんとか行こう、うっといな。よっしゃ、オッケー、パワー、もうなんでパワーポーション出ないのよ。ちょっと待って、パワーポーションを出して、なんとか、うわ、おいおいおい、出すぎだって。パワーポーション、次出ないんかい。ちょっと待って、粘ります。多分パワーが入ってドラ使って近距離で撃てばワンパンでいけると思う、おそらく。うん、それ狙います。 OK、 いきます。オッケー、いいね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 。で、雑魚を、いや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 、永遠に出るわ。オッケー、はい、ということで今日は無限ダイナモでやっていきました。むちゃくちゃ強いんだけどね、でも弱点もあるよね。うん、ワンパンで倒さなきゃいけないので、縦の敵がどうしても弱点になってしまいます。まあ、なんとかクリアしました。ということで、またやっていきます。結構よろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。